俺はもうこれ結婚しないとダメだろうと思ったんです、その時に。加トちゃんのために私、加トちゃんが生きがいなんだって。水汲んでとかって言うんですよなんでそんなにね、意地悪になったのみたいなことじゃないですか。何杯かと言います。1枚いきます。お二人の出会いについてまず聞きたいんですけれども。お寿司屋さんでアルバイトしてて、すごく感じが良かったんで、あれもしかしたらこの子と結婚するかもしれないと思ったんですよ。飲み物のあのコースターってあるじゃないですか。コースターの裏に自分の電話番号を書いて、今度よかったらって書いて出したんですよ。うわーと思って、どうしようと思って、夜ドキドキして電話して、さあ1時間ぐらい話が盛り上がったよな。なあ、ご結婚されるまで何か印象に残っていることはありますか？僕はね、結婚決めたのは彼女が家に来て、あのご飯を作ってくれたんですよ、で何が好きって言うから、僕はあのオムレツが好きだって言ったら作ってくれたんですけど、その時にお袋の作った味と全く同じだったんですよ。加トちゃんが食べた時になんか涙ポロポロこぼして、お母さんの味だって言って、あ、こんなにねお袋と合うところがあるんだ、俺はもうこれ結婚しないとダメだろうと思ったんです、その時に。ご結婚されて当時世間からいろいろ言われた時大変だったと思うんですけど、初めは辛い、なんでだ、幸せになろうと思った結婚だったのに全然幸せはないじゃないか、もう世界中から嫌われてるぐらいな気持ちになって塞ぎ込んでたんですけど、本の中でも紹介されていたんですけど、はい、茶さんの10年忍耐っていう言葉が私すごくあの勇気をもらえて、どういったお気持ちで彩菜さんにかけられたんですか？自分の気持ちですよね。10年一組でいろいろ我慢してることもあったんで、でそれを伝えたんですからね。10年先なんてもう見えなかったんですけど、学べたんですよ、いろんなこと。加トちゃんに対する愛でこうご飯のこととかもいろんなことも言われて、いやでも確かに言われてることも当たってるなっていうこともあったんですよ。私がもっと成長しないといけないとか、だからそういう世間の皆様に怒られて成長できた部分で結構本当ある。昔こんなに醤油入れてたのかっていうのは嘘ぐらい、煮物なのにこんな味付け大丈夫かってぐらいの調味料なんですけど、しっかり味します。加トちゃんのために私、加トちゃんが生きがいなんだって、その恩返しのためにこう私が一生懸命何かしてあげたいなっていうのはあります、うん、このコロナ禍というのもあって、はい、支えになったものってありますか？コロナがね、まあ、流行りだしてから、うん、一番最初に亡くなったのが志村だったんで、うん、でそれまでコロナってどんな病気なのって思ってたんですけど、うん、え、そんなに怖い病気なんだって言うんで、すごい彼女が僕を支えてくれて、よくお手伝いさせられるんですよ僕ね。あれ取りなさいとか歩きなさいとか水汲んでとかって言うんですよなんでそんなにね意地悪になったのみたいなことじゃないですか。でそれはだから逆に優しさなんです。優しさだったんですね。加トちゃんが拗ねたりしたらそれは愛だよって言ってね、うん、今までわがままに生きてきたんであれやれこれやれって全部やってくれたんで、みんな彼女は遠慮しないでズバズバ言ってくれるんで、うん、やっぱりこれがありがたいなと思いますよね。お二人の今後のことについてもお聞きしていきたいんですけど、はい、僕は95歳まで、ね、舞台でコントやりたいと思ってるんですよ、うん、であと15年あるんですけど、うん、僕が元気でで舞台立って いられたらこれは幸せだなと思いますよね。やっぱり家に私といるよりもやっぱ舞台に立ってる方がこうキラキラしてるんで、死ぬまでコメディアンでいれるようにもう精一杯サポートしたいなと思ってます。お二人にとっての夫婦とはどんなものですか？親友でもあるんですけど戦友でもある、うん、そうな。だから変に気を使い合わないで何でも言いたいことを言う、その言い合うことが一番いいのかな、うんうん、やっぱりこれからも支え合って仲良く生きたいですね、うん、はい。